はいえー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容や感想を動画でレビューしていくという内容になっています。で、普段ご紹介することが多いのは、まあ、ビジネス書であったり一般教養についての本が多いです。その他は継続習慣化であったりまた心理学やメンタルについての本もご紹介することが多いです。で最近ではお金とか投資また資産形成についての本も読んでご紹介していますので もし興味を持っていただけるようであればチャンネルページから再生リストが作ってありますのでぜひそちらからご覧いただければと思いますもしよろしければチャンネル登録およびグッドボタンもぜひよろしくお願いしますまた、えー、コメント欄にですねこんな本が読んでほしいよということをまあコメントいただければいつか読めると思いますのでそちらもぜひぜひよろしくお願いいたしますはいで今日はですねこちらの「企業内人材育成入門」というタイトルの本をご紹介したいと思います でまあ、この本は、まあ、タイトルの通りですね、まあ、会社企業において、まあ、人,材を人材を育成していくにあたって、まあ、どういうプロセスを経て、えー、人材育成をしていくのが良いのかということを、えーまあ、書いてる本になりますでちょっとあのー、非常によくまとまった内容が、えー、開いて1ページ目に書いてありましたのでちょっとそちらを読みながらご紹介しますで内容としては、まあ、人はどのようにして学ぶかまた学びの場をどのように作り出すか 学びの効果をどのように確かめるかを理解するために、まあ、この本は書かれているということです。で、まあ、その仕事は現場で覚えるものそんな教え方やじゃあダメなんじゃないかまたこの研修って役に立つのといったような、まあ、疑問に対して、まあ、答えを出していくと。 といいいううののののが、まあ、この本の、えーまあ、最大の目標かなというふうに思いますで。私個人的に一番印象に残った点というのは、えー、このポイントなんですけれども教育や学習に関しては誰もが、えー、一家言持っていると、まあ、一つあのまあ言いたいことというのは一つあるとでそれは各人の経験に基づいたいわば私の教育論であると。 しかし企業全体の教育システムを考えるときには私の教育論はともすれば弊害をもたらしかねないと私にとってうまくいった方法が必ずしも他のケースでうまくいくとは限らないからであると、まあ、こういうふうに書かれています。まあこれがですねそのまあこの本が書かれた、まあ、本当の一番の目的なんじゃないかなということを、まあ、私自身感じながら読んでいたんですけれどもあの例えばですねまあ、自分の上司が「まあ俺の時はこういうふうにやった」とか「えー まあこういうやり方やればうまくいくよっていうようなアドバイスをくれることっていうのはあると思いますですがまあ究極的に言ってしまえばその人材育成とか教育っていうのはまあ相手があってのものですので上司がその例で成功したとしても部下で成功するかどうかっていうのは全く分かりませんしえそれを企業で適用しようとするとやはりですねその一般的に まあ誰にも当てはまる成果が出る教育論というのをまあ確立しなければいけないと、まあ、そういう悩みがまあこれまではあったと思いますので、まあ、それに対してまあどのように体系的に企業内で人材育成をしていくかということについて書かれている本になります。で視点としてはあの主にまあ会社における人事部門の方かなというふうに思います。ですので、えー、とやっぱり内容の中心というのがその研修の組み立て方。 会社内での研修をどういうふうに組み立てていくのがいいのかとかまたどういった疑問やトラブルまた消化されていない研修っていう事例がどういうふうにあるかっていうのを説明している内容が多かったかなというふうに思います。なのでどちらかというとですねビジネス書というよりは何かその企業内における人材教育の教科書みたいなものを とイメージしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ実際そういうようなコメントもこの本の中に書かれていたんですけども、まあ、ちょっと言い方によっては少し読みにくいというか、えー、部分もあります。あの格論がこうつな、えー、がってなくて全体としてストーリーがあるというよりは、まあ論各論で書かれているというような感じですね。 でまあ、理由はまあそのさっき言ったように教科書的だということもあると思いますけどもちょっとまあ一点残念だった点としてコメントしておくとすると著者が実はこう複数の方が書かれてまして4人だったかな。 4人の方が書かれてるんですけども、ちょっとその方々のまあ文体とかですね、えー、考え方みたいなものがつながってない部分もあって、まあ、少し読みにくさっていうのはあります。なので、やはり、あのー、1日でバッと読むビジネス書という感じではなくて、まあ、会社に置いておいて、まあ、何人かで理解を深めながら読んでいくと、まあ、そういったタイプの本なのかなということをまあ感じました。はい。で、えー、っと、今日は以上になります。でもし、あの、よろしければ、えー、チャンネル登録およびグッドボタンをぜひよろしくお願いします。 であの、初めにも言いましたけれども、まあ、こういった本が読んでほしいとかですね、まあ、またそういう考え方は違うんじゃないかとか、まあ、そういうコメントでもあればぜひコメント欄にコメントいただけると、えー、非常に励みになりますのでぜひよろしくお願いします。はい、今日は以上です。